それではちょっとお願いします。あ、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。読書を終えてみてご感想何かありましたか？そうですね、もうグランプリ近いなっていうのを感じましたね。はい、他の方にすごくお客さんたくさんいらっしゃいますけれども、はい、何かあのお客さんに向けて意気込みがありますか？まあそうですね、とりあえずファーストステージクリアして、まあ、セカンドで思いっきり暴れたいなと思ってます。はい、住内の印象って何かありますか？グランプリ2回制覇していますけど、まあ、やっぱうちが結構強いんで、はい、まあ外になった場合はどれだけスタートいけるかが勝負だと思ってます。特殊の中で6コースからだったら、6枠からだったらコースを動きたいと考えているんですけれども、はい、もうコースはもう動くつもりで本番からも。そうですね、まあ、その気持ちは持っていきます。はい、じゃあ最後ですね、この勝ち馬を見てくださっているファンの皆様に一言お願いできますか？はい、グランプリ精一杯走ってきます。応援お願いします。